札幌ドーム、本当にもうダメ？札幌市と道内財界各社が第三セクター方式で出資する株式会社札幌ドームは年間2億5000万円以上で2から4年間という条件で命名権の公募を実施。しかし公募期限の2月29日17時までに正式な申し込みがなかったとして期限を延長。巨額の赤字を抱えているだけにネット上ではドーム解体した方が良い、ドーム維持に血税投入するななどとドーム解体論が噴出。すると、札幌市議会議員の成田悠希氏は9日に X を更新。札幌市地図情報サービスの画像をアップすると、札幌ドームが市街化調整区域に立っているというのを結構知らない人多いです。なので、さら地にして違うものを建てろとか妄想している人いますけど、基本全部無理ゲーですと指摘。オアシが原価償却してくれるから黒字なんだが。サッカーは天然芝育ててるから良いんじゃないの？野球はペラペラの人工芝で最悪みたいだけど。浦和サポがエスコンの何を知っているのか。札幌ドームの芝が枯れて土がむき出しになってて負傷者も出た。映像や画像で見るエスコンの芝は綺麗な色で生え揃ってるって話らしい。ネーミングライツ券も応募ゼロってそんな魅力ないか。税金で保険するからノーダメ、むしろやることなくなって快適だろ。大丈夫な要素がどこにもないってのもすごい。でもエスコンって地震来たら屋根やばいんでしょ。知り合いが言ってたよ。せめて天然芝の養生だけはきっちりやっといて欲しかったわ。誰も使わないくだらねえ暗幕20億突っ込んで残った数少ない催し物はケチるとか本当にアホやん。市民はよく切れないね。税金使われてること知らないのかな。来シーズンから J リーグは真冬に試合やるんだから慣れとけ。それを変えるのが議員の仕事ちゃうんか。ファン皆無のコンサドーレごときのために維持する意味も目的もない J リーグスタジアムなんか一個たりともいらんやろ。ここで大阪万博やればいいじゃん。つまり建てた時点で間違ってたってこと？レッツファンが怒っているのは無理もない話。全部コンサドーレが責任取れよ。さらちにしてヤギさん放って草食べさせといてもドーム残しとくより金かからないだろ。何のための調整区域なのか知らんけど維持管理で税金だれ流すだけならさらちにして広場にでもした方がいいんじゃないの。市議会議員なんだから市街化調整区域を変更する動きはできたろ。維持費がもったいない。潰してさらちにする以外の選択肢はない。コンサドーレに売ればいいだろ。球団が買えなくてもサッカーファンが寄付してくれるとちゃうか。大規模建設する時点で都市計画法にお伺い立てる必要あるやろ。ちゃんと計画練って党の関係各所と連携すればある程度は解決できるんちゃう。五輪商機やめた時点で命運尽きていた。遅きに死したけど今からでも損切りした方が傷は浅くなる。